限られたインクでゴールしないといけない、息入り、ドヤ川駅ですが、以前ゆっくり吸血鬼の冒険で動画を出した時、もっと楽にクリアできる方法をたくさんの視聴者様に教えていただいたので、今回はその方法でやってみたいと思います。まず、このステージは、潜伏でインクを回復できません。しかし、左右に行って全ての敵を倒せば鍵が手に入り、扉を開けてインクを補給することができます。しかし実際は、この左右には行く必要がありません。なぜなら、もう一つインク補給タンクが隠されているからです。それは、この木箱の一番上、赤い木箱に入っています。これをインク消費を最小限で取るには、この大きな木箱だけ壊せば OK です。すると、インクを使わなくても、ジャンプだけでここまで登ることができます。さて、これで準備は OK です。左右は完全に無視して、まっすぐ進みましょう。そしてここで、木箱を壊すのではなく、ここの柵の上に乗り、木箱の側面を塗りましょう。そう、実は木箱を壊さなくても、ショートカットすることができるのです。はい、ここで姫先輩のアドバイスをガン無視して。さっき塗った側面に飛び移って向こうに行きましょう。さて、そして、インクがギリギリになるまで、どちらか一本の木箱を打ち続けます。はい、お尻がかなり危うい状態ですが、もうインクは使わないので、気にせずさっきのところまで戻ります。ショートカットとは言っても、ここは集中しないと結構落ちてしまうので、しっかり塗って、集中していきましょう。さて、これで、最初に道を作っておいたので、インクを消費することなくインクを回復しに来れます。先に向こうの木箱を壊しに行ってしまうと、インク補給を取るための木箱を壊せないかもしれないので、このような順番で進めるのがおすすめです。さて、ショートカットに成功しました。あとは片方の木箱を壊せば、奥の木箱を壊す必要はありません。なぜなら、最初は全然気づかなかったのですが、このプロペラを回せば奥の木箱を飛び越えられるからです。さて、すると今度はタコゾネスが出てきます。相手は傘を使ってくるので、ここは落ち着いて、攻撃することなく、相手が傘をパージするのを待ちましょう。下手すぎて食らってしまいましたが、まだ全然インクに余裕はあります。さて、ゴールまであと少しです。これは、向こうの風船の位置を確認しておくことが重要です。あの風船を使えば、一発でゴールのバリアを壊せますからね。さて、大体風船の位置を確認したところで、プロペラを回して向こうに行きます。さっき確認していたので、今左にあるスイッチの下に風船があるはずです。一応、端のところから確認することもできます。それでは、スイッチを遠くから起動します。スイッチの上に乗ってしまうと、ひっくり返って下に落ちてしまいますからね。あとはこれを一発打てば、インクを半分以上残してゴールすることができました。教えてくれた皆さん、ありがとうございました。